様かスーパーか選んでるとこ。ふぬきぬ屋で食材買って帰りたいんだけど、そうしたら10時からの見たいドラマに間に合わないかも。商店街公園の近所だよ。そうだけど、翔吾くん？レシピ解析の材料。店長の柔らかに使われている材料の正体を解析してるの。黒豆のシフォンだよ。どうしてもわからない何かが入ってるんだよね。あー、ほら、翔吾くんは食べたことないのかな。焼き菓子のことなんだけど、マイトケとかトロリは完璧に分かったんだけどな。店長ケチだから教えてくれないの。あ、うん、マイトケはロールケーキ、つまり生地をくるりっと巻いたケーキのこと。ほら、クリスマスとかではブッシュドノエルに使われるよ。わかる？チョコレートのクリームを使ったりして丸太の形に飾るケーキ。トロリはプリンね。だってスパイが目的でキュービックカフェでバイトしてるようなもんだもん。デザートの秘密に迫るような緻密なルポが私のモットーなの。それにキュービックカフェをポップでラブリーにしちゃおう大作戦っていう重要な任務だってあるんだぞ。もう翔吾くんだってミッション遂行メンバーの一人だよ。わかってる？みんなで秘密の作戦会議したじゃない。お、あれは失敗しちゃったな。でも次のチャンスを狙ってるからね。その時は翔吾くん手伝ってくれるよね。
さか降ってくるなんて。全然全然これちゃんと買えたし、それに自転車とっても気持ちよかったから。今日はとってもついてるよね。どうしたの？まさか居眠りしてた？こんな状態で？まだ言ってる。もういいって。あ、ほら、見て。小ぶりになってきたんじゃない？ただの通り雨なんだね。うん。ほら、もうやみそうだよ。このままやめね。今日はありがとう。ううん、自転車とっても楽しかった。また自転車乗せてね。優しい雨だったら夜の雨宿りもいいね。うん、もう少し長く降られててもよかったな。ちょっと雨の日も好きになっちゃった。あ、てへっ、私おかしなこと言ってる。お姉ちゃん、今帰ったの？翔吾くん、お姉ちゃんを送ってきたの？あ、うん。ふう、そう。じゃあ、翔吾くん、またね。
すごい試合展開です。わからなくなってきました。どうでしょうか、ドドスカさん。あ、やはりここでピッチャー変えてきますよ。あ、動きましたね、笹原監督。おそらくここはケビンでしょう。やはりそうみたいですよ。しかし誠に残念ですが、放送時間がそろそろ終わりに近づいてきてしまいました。この後11時からはドラマ思い出に変わる君、放送時間を1時間繰り下げてお送りいたします。この後11時からはドラマ思い出に変わる君、思い出に変わる君を放送いたします。ほらね、あたしついてるよ。思い出に変わる君、そうでしょ。今日のあたしは抜群についてるみたいだね。ありがとう、わざわざ知らせてくれて。すごく良かった。可愛いワンちゃんはね、そんな風にうるさい吠え方はしないものよ。それにあんな優しい雨だったら夜の雨宿りもいいね。いらっしゃい、翔吾くん。昨日はいろいろありがとう。オーダーは今日もおすすめでいい？じゃあ、席について少々お待ちくださいね。ねえ、また書いてあるでしょ？よかったね、ミキちゃん。よかったっす。
あのね、花の王子様がまた帰ってくれたんだよ。それで私、花の王子様にまたお返事書いちゃった。ショーゴも見てみれば。パソコンは操縦するもんじゃねえぞ。通りかな。私と花の王子様は感性が近いのかな。